お元気ですか？ペルシアンと申します。今回の夕飯はですね、こちらね、クリームチチューでございます。今までね、サラサラのチチューをね、以前作ってたんですけど、今回はね、少しね、とろみのあるチチューを作りました。私もね、以前にね、おっしゃったと思いますけどね、私は少し固めのチチューがね、好きなんでね、今回はね、ちょっと奮発してね、固めのチチューの素を作りました。本当はね、素なくてもね、まあ小麦粉、バター、牛乳あればね、できるんですけどね、今回はあまり時間がないからね、ルーを使ってね、作りました。で、あとね、何度も言ってますけどね、クリームチチューにはね、白菜を絶対入れてください。白菜入れた方がうまいですから。で、ぜひやってみてください。で、これですね、これはですね、まあ、酒のつまみにちょっと買ったんですけどね、長ネギにですね、ごま油とね、少しね、塩を加えてね、作ってみました。これね、お酒のお供にね、いいんじゃないかと思っております。で、こちらブラックニッカのね、今回サイダー割りでね、いきたいと思います。明日はね、仕事もありませんし、ライブもね、やりませんので、今日はゆっくりとしたいと思っております。でですね、皆さんね、今日はちょっとね、久しぶりのね、ツイキャスライブをやりました。参加していただいた皆様、本当にありがとうございます。次回はですね、ツイキャスライブは予定ではね、3月の、25日かな、ね。25日のね、金曜日の予定でございます。で、YouTube の方はですね、3月の23日と26日の、2日間でございます。23日は14時前から、26日は朝の10時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ね、今日のね、夕飯動画は以上となります。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼します。ペルシアンでした。どうもありがとうございました。良い一日をお迎えください。それでは。